物質は、最も初等的には、場所を取り一定の量を持つもののことである。同じことを、もう少し技術的用語を使えば、物が質量と体積を持っていれば物質であるというのが、古典的概念である。マターという概念は、西洋哲学史において、古代ギリシアで発祥したが、その正体について、20世紀初頭以前の科学者や、哲学者、宗教家は、 論争を繰り返した。1930年代初頭以降、原子の構造が明らかになり、その性質を説明する量子力学が成立すると、物質の本質を厳密かつ統一的に理解することが可能になった。これは20世紀における最大の科学的成果の一つである。古代ギリシャでは、物質は 本質的に不活性なものとみなす人がいたが、ビュヒナーやマルクス主義では、運動や活動と一体で切り離せないものとみなした、デカルトが本質的に空間に延長するものとみなしたのに対し、ライプニッツやボスコビッチは物質を延長のないエネルギーの中心とみなしたし、バークリーやカントが物質を本質的に理解不能のものとみなしたが、ホッブズは 哲学にとっての唯一な明瞭な根拠とみなしたし、デモクリトスがその本質として永遠に現実的とみなしたが、プラトンやヘーゲルは可能体以上のものではあり得ないある種の存在とみなしたといった具合である。20世紀初頭まで科学界において原子の存在の有無について論争が続いたために物質について様々な解釈が共存した。例えば、 物質は物の仮の姿に過ぎずエネルギーのみが本質であるとするエネルゲティッカー。論者は原子の存在を否定した。1930年代初頭までに電子と陽子、中性子が相次いで実験的に発見されて量子力学が完成することによって矛盾のない物質の統一的な理解が初めて可能になった。物質は物理科学的には 原子で構成されるもの、初等量子力学、または、第一量子化の範囲では、質量を持つ波、場の量子論、または、第二量子化においては、場の霊気状態と理解される。一般に、1、2のスピン角運動量を持つクオークやレプトンなど、物質を構成する、フェルミ粒子は、パウリの排他原理に従い、2つ以上の粒子が、 同一の量子状態を占めることができないため、場所を取るものの性質を持つ。一方、光子のようにスピン角運動量が1であるような、素粒子は、複数の粒子が、同一の量子状態を占有することが許される、ボース粒子であるために、パウリの排他原理に従わず、場所を取るという物質特有の性質を持たない。また、光子は、ゲージ粒子の一種であり、 質量を持たない。光子と光子は直接は相互作用したり原子のような構造を作ったりはしない。このため日常生活においても光や電波は物質の一種であるとは認識されない。クオークやレプトンそのものは元来スルゲージ対称性を保つ性質を持つために質量を持たないがビッグバン後宇宙が冷却する過程でヒッグス状が 自発的対称性の破れにより有限な真空期待値を獲得すると、この量子上との相互作用により、質量を持つ物質粒子が出現したと考えられている。一方、ヒッグス上のうち、電荷を持つ SU 弱アイソスピンゲージ群の Z 成分は、真空期待値を持たないために、光とは相互作用せず、光子は質量を獲得しない。この理論は、 2012年のヒッグス粒子の発見により実証された。こうして場所を取り質量があるような物質の背景にある複雑な気候が解明された。宇宙には重力相互作用はするが直接的な検出が難しい正体不明の暗黒物質が充満している証拠が得られつつある。また中性子のみで構成された中性子亡死や 超高音で出現するクオークグルーオンプラズマなど新たな物質の形態が存在することが分かってきた。なお、哲学的に言えば物質は宇宙を構成する諸存在のうちの一つである。哲学的には物質と対地される概念的存在は非物質と呼ばれ空間、時間、情報をはじめとして多数存在する。一方、 現代科学における場の量子論においては、真空は場の規定状態、物質はスピニチ、2の場の励気状態、光はスピニチの場の励気状態であると理解される。一方、時間と空間を量子化して重力現象を説明する量子重力理論はまだ成立に至っていない。なお、プリングウィズマップ等の人工衛星による、 宇宙マイクロ波背景放射の観測結果により、原子等の通常物質は、宇宙の全エネルギーの5%程度に相当しているに、過ぎないことが見積もられている。一方、残りの70%は暗黒エネルギー、25%前後は暗黒物質で構成されていると考えられている。このように、人間が日常的に接する物質は、 宇宙全体に存在する物質の形態のうちの一部に過ぎないことが分かっている。物質は変化、現象、出来事などと区別されることが多い。変化は物質に生じる一つの出来事、現象でありうるが、変化自体は物質ではない。ある現象やある出来事も、そこに物質が関与していることはあるが、それ、自体としては物質ではない。 物質はそうした現象や出来事が起こる場や対象のような位置を占めている。日本語ではこの区別は物と事との区別、物と事との区別として日常的に用いられている。このように関連的には物質の概念と存在概念と分離することは難しい。このような関連論はデカルトの我を思う、ゆえに我ありという関連論より派生しており、 物体を認識することが、すなわち存在であると、概念づけられるために他ならない。存在と結びつけられた物質は、その性質以外にも、哲学的な属性が付加される。そして、物質に着目、執着する姿勢は、物質主義と呼ばれる。また、そのような信念の持ち主は、物質主義者と呼ばれる。すなわち物質と対比されることのある概念として、 心、情報、エネルギー、空間などがあるが、これは人間の直感による区分であり、現代科学の知見とは必ずしも一致しない。メソポタミアでは、紀元前3000年までに液体の上流及び鉱石の消化用の巧妙に考案された加熱ポットが用いられていた。それからほどなくして、当チ中海あたりには、合金、ガラス、 光量の製造技術が広がっていった。一方、物質の変化に関する、もろもろの過程を、当時の人々は、自然神や半神たちの人格的な関係、という神話の形で説明したものもあった。バビロニアには、七つの主天体、七つの金属、七つの人体部位、七つの色、七つの火、魂の目覚めの七つの段階といった。 複雑な理論体系があったが、現代の物質に相当するような概念が、はっきりとあったとは言えず、経験の様々な要素、側面の一部として、他と混然一体であった。ソクラテス以前次に、学術の世界で、フォア・ゾクラティカー・ボー・ソクラティカーと呼ばれている、ソクラテス以前の哲学者は、盛んに自然について考察していたわけであるが、 現代まで伝わっているのは基本的に後の哲学者たちが書いた文章の中に含まれる断片的なテキストなので彼らがどのように考えていたのか正確に知ることは難しい。彼らは深い思想を称たたえていたようにも読めるが伝えられたのが断片的な短い言葉であるがゆえにそういう印象を生んでいるだけなのか判断のつきかねる面もある。 イオニア人たちは、アルファアローカイータアルケーを探求したが、このアルケーというのは現代ではぴったり一致する概念があるわけではないが、原理とも起源とも知識理論の氷とも物質世界の単位とも言えるようなものであったのかもしれない。イオニア人たちはミュートスを越えてソピアへと向かったなどと言われる。アルケーは、タレスが水とアナクシメネスが空気と、 ヘラクレートスが火と言ったと伝わるが、それはそこに語られる水や、空気や火が、生命、心、思考なども含めて、すべての自然の諸現象を説明するのに、十分なほどに成功なものだ、とする見方を示している。またアナクシメネスにおいては、空気が、すべてのものがそこにおいて構成されているといった、性質のものとされていたことからすると、それは、 形上学的な宇宙論へと連なるものであったとも言える。こうした考え方は現代では唯物論によりのものとみなされることが多いが、その一方で彼らは物質的存在のうちに生命力を見出していた。デモクリトスは原子論を、プラトンは有機体論を、アリストテレスは質量行走論を提示した。これら紀元前400年から 紀元前300年頃にかけて提示された競合的な理論は、この時代にしてすでに、その後の時代の哲学や学問が見せることになる、大まかな輪郭をあらかじめ示しており、これらの関連群は、その後物質に関する知識が進展する中で、繰り返し現れてくることになり、大きな影響を与えることになった。デモクリトスの原子論については、原子論の記事に説明を譲ろう。 エンペドクレスエンペドクレスは、紀元前440年頃に空気が物質であることを実証した。オリジナルとは、少々異なるが簡単に確認することができる。大きなバケツに水をいっぱいに入れる。そのバケツに、ロートの細い口を指で塞ぎながら、広い開口部を下に向けて、バケツに入れると、ロートには、水が入ってこない。 指をロート口から外すとそこに水が流れ込み空気がその口から勢いよくで出てくる。空気が水が空間を占めるのを邪魔していたことから空気は物質であるというわけである。物質の基本的な属性の一つである空間を占有するという性質を空気が持っていたことを実証したわけである。これは物質の基本的な古典的定義の一つである。 物質は質量を持ち、空間を占有するものという後者の属性を実証するものである。プラトンプラトンプラトンは、イデア論を唱え、永遠不変なのは、アイディアイデアである、としたのであるが、それに対して、物質を、どのように見なしたかというと、永遠に、現実的なものではない、とした。物質的なものは、いつも、生成の過程の中にあって、 真実にあるものではないとしたのである。弁論術の方法と階層秩序を用いているイデア論は部分によって全体を説明するのではなく全体によって部分を説明する有機体論的な傾向を示している。イデアは普遍的、絶対的、永遠的、偏在的、価値的、調和的で完全なものであったのに対して物質というのは特殊的。 相対的、時間的、局所的で、混乱し、不協和で、欠陥のあるものであった。正四面体制八面体制二十面体こうした、見方をしていたにもかかわらず、プラトンが、原始的な構造についての仮説も述べていたと知ると、多くの人は驚く。プラトンにおいては、物質と空間は、受容体として同一視された。彼の原始的な理論は、 物質と空間を同一視し、幾何学的構造を用いて説明されている。彼は、エンペドクレスの4元素とテアイテトスが確立した5つの、成立体を同一視した。正4面体が1つの、加原子、小8面体が2個の、空気原子、正20面体が1個の、水原子だと考えた。一正方形を半分にした三角形、二正三角形の、 半分の三角形、これらを組み合わせてできる幾何学的立体を用いて幾何学的な説明を行ったのである。1個の水原子は2個の空気原子及び1個の非原子になることができるということになる。物質の秩序に関してこれほどまで幾何学的な仮説が提示されているのは画期的なことである。プラトンの物質観でもう一つ重要なのは 被罪という概念である。彼は、イデアという永遠で完全に理解可能な原型を考えたわけであるが、だとすると、その感覚的現れが多様なのは何によるものなのかという疑問も生じるが、それを解決するために、被罪があると述べる必要を感じたのであった。充満する存在と対立する原理の必要性を感じたのである。なお、シンプラトン主義には、 物質の感性的受動性という概念があるが、マックス・ヤンマーが質量概念の起源を探った時にたどり着いたのは、その概念であった。世界が物質だけからなるとか、すべての物事は物質的作用として説明できると考える立場を、唯物論などと呼ぶ。唯物論という単語は、マルクス主義のような思想や通俗的な信念を反映したものであり、 通俗的な用法が多い。これとは異なり、複数の実体を根本原理とする実体二元論もある。これ以前に哲学の分野では、機械論自体が絶対的なものではなく、正規説も知られている。物質もしくは物質的な対象が非存在であるとか、本質に対地される概念としての現象であるとする考え方もある。 代表的な研究者として、バークリーの名を挙げることが許されるが、彼の哲学は、主観的関連論の典型であるとみなされる。会議論や不可知論、正規説も、哲学の分野では、現代でも主題になる。ドルトンは、原子説を提唱し、アボガドロは、分子説を提唱した。ラボアジェによる、質量保存則の確率以来、質量が物質を特徴づける。 本質的な量と考えられるようになった。物質は置かれた条件により種々の相手に起こす。特に分子や原子が集まって構成された多くの物質は固体、液体、気体と呼ばれる三つの層をとる。それ以外にも、ボースアインシュタイン凝縮、潮流動性超臨海流体などの特殊な形態をとることもある。20世紀初頭までは、 主に哲学の分野から派生して、物体の力学的運動の法則など、根元的な原理の解明を目的とした、物理学と、中世や産業革命以降、新たな化合物の合成等を、主な目的として、より工学的な要素を伴って発展した科学の、境界は割合に明確であった。しかし、原子の存在が確認されると、 科学の分野において、量子力学等の理論を用いて化合物の構造や、化学反応を解明しようとする化学物理学や、原子核物理と化学が融合した、核化学と呼ばれる分野が出現した。現在では、物理と化学の明確な境界を生み出すことは難しく、主に学校教育における伝統的な区分が、慣習的に続いている側面もある。物理変化と、 化学変化の例次に化学変化の例を挙げる。単に複数の物質を混合した場合は物理変化とみなされる。特に粒子同士の混合や懸濁液の調整、またはその逆の分離は明確に物理変化とみなされる。だが分子レベルの混合の場合には化学変化を伴う場合もあり、化学変化とも物理変化とも断定しにくい場合もある。 次の例は、典型的な物理変化である。古代以前から、これらの変化では、材質が変化しないと認識されていたと考えられる。次の例は、物の性質の一部が変化するが現在では、物理変化と認識されているものである。我々の身の回りにある土、水、そして、空気、あらゆるものが物質である。その物質は純物質と混合物に分類できる。 純物質とは混合物から単一の成分を分離、生成したものである。混合物は何種類かの物質が混じったものである。自然に存在する物質のほとんどが混合物である。物質を科学的概念で分類する場合、科学物質と言い表される。物質が単一の主たる成分で構成される場合は、純物質。 複数の種成分から構成される場合は、混合物と呼ばれる。なお、純物質の微量複製成分は不純物と呼ばれ、不純物と混合物とは、存在比の程度の差であり、その境界は曖昧である。物質の成分が同一であっても、化学構造の違いにより異なる、化学物質となる。構成する原子の各種が異なるものを、同位体と呼ぶ。同位体は、 科学的性質は同一で、物性も、ほとんど同一であるため、同位体は、化学物質の違いとしては通常は区別しない。放射線に関する物性など、特定の用途に用いる場合は、どの同位体であるかを区別する。物質は、通常、挙手的には、電荷を帯びていない。化学変化により永続的な電荷を持つ、原子、分子を、イオンと呼ぶ。イオンは、 生と太でイオン体を形成し、見かけ上は、電荷を帯びていない状態で安定化している物質は、ビッグバンにより始まったエネルギーの形態文化の枝の一つを、なしている。ビッグバン仮説によれば、ビッグバンにより始まったエネルギーは、やがて素粒子を生み出し、素粒子が結合して、原子となる。宇宙初期には、水素やヘリウムといった、最も軽い元素が作られたと考えられている。 これらの軽元素からなる雲は重力の影響により原子性を通じて構成となる。より重い鉄や軽素、我々の体を構成する炭素や窒素などの元素は構成内部での核融合反応で生成し、超新星爆発により構成間空間にばらまかれた。また、鉄より重い元素は超新星爆発時に生成したと考えられている。 ディラック方程式によれば、物質を構成する、あらゆるスピン角運動量1、2の粒子と体をなす、反粒子が存在する。電子の、反粒子を陽電子、陽子の、反粒子を、反陽子、中性子の、反粒子を、反中性子と呼ぶ。反粒子は、粒子とは、符号が逆の電荷を持つ。こうした反粒子で構成された原子のことを、反物質と呼ぶ。 物質は半物質と衝突すると、対消滅を起こし、両者は消えて、光子や、中間子など、別の粒子に変化して放出される。リチャード・モイヤー、ルーシー・ダニエル・エトール、メガロー、ヒル・サイエンス・マク・ミラン、マグロー・エディション200、2002 ISBN、ISBN0 から02から28万36から0、ブルーバックス新しい高校科学の、教科証言大臣のための高校理科。 佐伯武雄、2006、株式会社講談社、ISBN40 億6257万5086、ABCD 大事1 a BCD 西洋思想大事ボリューム4平凡社1990、ハロルド・ジョンソン・ハロルド、J ・ジョンソン、物質概念の変遷ピアニッシモ、88、ABCDEFGHIJKLMN。 OPQRSTUVW 西洋思想、大辞典ボリューム 4, 平凡社1990ハロルド・ジョンソン・ハロルド、J. ジョンソン、物質概念の変遷ピアニッシモ、88から92リアール。サマーリン、クリスティ・エル、ボーグファード、アンド・ジュリー・ビー・イリー・ケミカル・デモンストレーション、A、ソースブック・フォー・ティーチャーズボリューム2セカンド・エディション、アメリカン、ケミカル・ソサエティ 1988サーカスサーカスモダンケミストリーフォートン・ミッフ・フリンハーコート・パブリッシング・カンパニー2017岩波書店高寺園、竹内吉とほか、海底科学基礎東京書籍平成30年 ISBN 978から4から4871万6547から 6, 6ありがとうございます